皆様こんばんは、ささやき女官アクアです。マリー・ソフィー・エレーヌ・ベアトリクス・ド・フランスはフランス国王ルイ16世とその妃マリー・アントワネットの間に生まれた第4子です。彼女の本当の名前についてしばしば議論があり、一部の歴史家は彼女の最初の名前はソフィーではなくマリアであり、彼女のフルネームはマリア・ソフィー・エレナ・ベアトリスだったと主張しています。とはいえ彼女は一般的にソフィーと呼ばれ、それは父方の叔母であるソフィー・ド・フランスに敬意を表してのことでした。ちなみにこの叔母はソフィーが生まれる4年前に亡くなっています。ソフィーの誕生はフランス王室にとって非常に複雑な時期でした。というのもダイヤモンド首飾り事件が起こっている時、マリー・アントワネットはソフィーを身ごもっていたのです。ダイヤモンド首飾り事件においてマリー・アントワネットはその購入を承認していないにもかかわらず詐欺事件に巻き込まれたため、非常に神経質になっていました。ソフィーの誕生は姉のマリー・テレーズ王女や兄のルイ・ジョセフ王子のように盛大に生誕を祝われなかったようです。マツコでもあり、その頃のフランス王国は民衆の怒りが王室一家に集中していたため、民衆には関心を持たれず、宮殿の人々もそれどころではなかったこともありました。当時マリー・アントワネットへの不満は高まり、王妃はマダム・デュフィシと揶揄されていたのです。そんな王妃は王妃として国に4人の子供を授けたことを国民にアピールするために、子供たちと一緒の姿を画家ビジェルブランに依頼しました。王妃マリー・アントワネットと子供たちの姿の愛にあふれる描きかけの家族の肖像画、子供たちに囲まれゆりかごに赤子のソフィーがいる王妃の喜ばしい家族の肖像のはずでした。この絵は本来はゆりかごの中に眠っている王女を右端の王太子が起こさないようにと、指に口を当てて音を立てないようにと示している絵となるはずだったのです。けれども絵画の制作中、ソフィー王女は亡くなりました。画家はこの悲しい事態ゆえに、その肖像画のゆりかごからソフィーの姿を塗り消したのでした。空っぽのゆりかごは一家の悲劇を悲しく想起させます。ジュエリーもつけず、ひたすら良き母の姿を描いてもらっていたその最中に、ソフィー王女を失ったマリー・アントワネットの嘆きはとても大きなものとなりました。ソフィーは幼少期に多くの健康上の問題に悩まされ、11ヶ月の生涯で亡くなりました。死因についてはいくつかの説があり、結核によるものや栄養不良によるものなどが挙げられていますが、不幸にもソフィーは生まれつき頭が異常に大きく、ブルボン家とハプスブルグ家に見られなくもなかった奇形が他にもありました。こうしてわずか生後11ヶ月で幼い王女はこの世を去ったのです。ソフィーの死後、マリー・アントワネットは非常に悲しんで深いうつ病に陥りました。ソフィーの死はフランス革命が勃発する直前の時期に発生し、フランス王室にとっては再出発の機会とみなされました。マリー・アントワネットとルイ16世の間に生まれた子女の中では最も短命でした。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画をお楽しみいただけましたら、いいねのマークを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ベルマークの通知設定をしていただけると、動画がアップされた時、すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひ、ささやき女官の館でお会いしましょう。